南吉朝ね、はい、徳川家康を初代とする徳川宗家、うん、まあ家里から分かれていったんですけれども、1月29日18代目の常成さんが長男の家広さんに19代目を譲りました、はい、そして継宗の儀というものが増上寺で取り行われたんですが、当主が変わるだけでも60年ぶり、うん、しかもこういう祝儀として行ったのはね、江戸時代の11代家成から12代の家吉以来で、なんと185年ぶりなんですって。だからまあ19代目の家広さんもこれからいろいろ大変だと思いますけれども、伝統ある徳川宗家頑張ってもらって活躍が楽しみですね。今回の動画は以上です。